富山のプロスポーツチーム4球団に所属する選手の素顔に迫り、あれこれとことん語ってもらうぶっちゃけスポーツ。今回登場するのはカターレ富山のゴールキーパー永井健吾選手です。ぶっちゃけスポーツ、今回登場するのはこちらの選手。背番号21番ゴールキーパーの永井健吾です。よろしくお願いします。お願いします。永井選手、はい、身長が高いですね。そうですね、184センチ。84センチですね。もうざっくりサッカーボール1個以上も。そうですね、1個以上ありますね。ありゃー、このすごい大きいという、身長はもう小さい頃からずっと、いや、中2中3と一気に伸びて、でも高校でもちょっと伸びていますね。ちなみにサッカーを始められたのは何歳？日韓ワールドカップなんで小学2年生です。2年生から、はい、買いに行くじゃないですか、用具を、その時に、まあ、多分親はスパイク選びに行ったんですけど、僕はその横にあったキーパーグローブに目が行ってて、そっちばっか選んでて、で結果これつけるのはどこのポジションだったらキーパーで、キーパーやってました。運命ですね、運命です。あ、すごい運命です、でもその中学生からグイーンって伸びたっていうんですけど、なんか特別に食事とかのタイミングとかいろいろ気にしてました。練習までこう電車で通ってたんですけど、その家に帰ってご飯食べるまでの時間で、やっぱその時間が一番大事な時間なんですけど、その時にまあおにぎりを 2,3 個食べてとかいろいろ工夫してましたね。中学生の頃から。中学生の頃に。そうなんですね、はい、今富山に来られて3年目なんですよ ね、 そうですね。まあもう3年目なんで慣れましたし、もう道とかも覚えてますし、いい感じです。いい感じ、ありがとうございます、はい、方言とかも大丈夫でした？あ、まあ最初富山来て真当たり選手がすごい方言使ってたんで、はい、逆に指摘してました。例えばじゃあ おもしいとかが最後つけるじゃないですか、なんとかが、僕標準語からしたらすごい違和感あったんでいやそれやめてって、やめていやいやいやそうですね、でも今思えば富山弁をアピールしていただければ、まあ、ぜひちょっと方言の方も富山に染まっていただけたらなと、ぼちぼち覚えたいですね、ぼちぼち、はいはい、まあ、そんなこんなでこのぶっちゃけスポーツ、こちらの番組では、まあ、サッカーのこともいろいろお聞きしたいんですけども、いろんなことをぶっちゃけてもらおうかなということで、はい、今回こんなものを用意しました。お、どれか選んでいただいてお答えいただけますか？じゃあまずは、まあ、元気飯のところで、まあ、僕、まあ、今一人暮らしをしてるんですけど、こう二部練習がない日、一部の練習の時は自分で自炊をしてて、2日前から豚肉、疲労回復の良さがたくさん入ってるのをやるんですけど、やっぱこの生姜焼き定食を自分で作ってます。でも永井選手自らがこうスーパーに行ってお買い物されて。そうですね、もうレジ袋もお金かかるんで、はい、使い回しであ、使い回し、はあ、家庭的な一面もあり。そうですね、まあ生きていく術なので今カタールの選手、今5人の選手にインタビューさせていただいて、共通の話題が異性のタイプ。じゃあそこはあえて外しますか？ダメ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 ファンの皆さんも絶対知りたいからちょっといいですか、聞いちゃって。僕今22歳なんですけど、やっぱりこう大人の女性に魅力を感じる年頃なので、あら、こう年上の人にリードされたりとかしてみたいなとは思いますけど、うん、やっぱ身長が高い分、身長が高い方が理想とか。昔はそこを本当こだわってましたけど、はい、今はそんなことはないですね。ただでも、まあ、背の高い人は大人の雰囲気を感じることはありますよね、うん、雰囲気的に。やっぱ引っ張られたい、甘えたい、甘えたい甘えん坊さんなんですか？甘えん坊さんですかね、うん、多分。まあどんなことしたいですか、こう年上の方ですけど、いや、まあ怒られたいですね、なんか怒られたい、うん、例えばゴミの分別とかこうペットボトル入れちゃったりとかしても、うん、何してんのみたいな死ぬまでにやりたいことはやっぱり僕観光とか本当好きで、自然を見たりとかお寺巡りしたりとか、すごいいろんな、なんかそのところの匂いとかでこう
思い出したりとか、その時に聴いてた音楽とかで思い出したりとかするタイプなので、やっぱ世界一周、イギリス、フランス、イタリアのどれかに行きたいですね。なるほど、はい。でも意外でした、その匂いだとか、その自然とかお寺が、そのお寺の匂いとかもあるじゃないですか、うん、ああいうのも好きで、まあ匂いフェチではあるんですけど、うん、思い出は僕は匂いだと思ってるんで、うん、匂いで思い出したりとか、うん、なんか好きなお寺の匂いどこですか？好きなお寺の匂いですか？やばいなそれ。今どこにでもある、あのアビリアってあるじゃないですか、うん、あの匂いとかめっちゃ好きですね。まあ後々こうって臭いなと思いますけど、嗅いでる時はすごいいいなと思いますね。なんかもっとイメージ的にお寺と永井選手が結びつかない。そうなんです、そうなんです、よく言われるんですけど、本当、うん、いろんなとこ行ってますね僕、うん、お寺とか、うん、富山も行ってますね。瑞龍寺、瑞龍寺、高岡の、うん、高岡の匂いどうでした？あそこは本当なんていうんですかね、あの雰囲気どんどん入ったりとか、いろんなとこすごい良かったです僕、うん、ああ落ち着きました。ありがとうございます。愛犬民としてはすごく嬉しいお言葉で、うん、結構好きですね、そして匂いフェチ、匂いフェチですね、シャンプーとかもこだわってますね。ちょっと匂いがいいなと思ってるやつと、まあ、ノンシリコンとかいろいろ考えてこだわってます。ちなみに具体的に何かって、ラックスのピンク色なんですけど、あ、一緒ですか？一緒、本当ですか？あれいいんですね。いいですよね。あれいいんですよ。いいんですよ。はい。はい。ぜひ。歌います？まあ歌いますけど、18番ないんですよね。うん、僕その音楽の趣味もやっぱちょっとみんなちょっとずれてて、なんか今の時流行りの例えばエグザイル。とかあんま聞かないですよね、うんうん、本当昔の曲、洋楽が好きでカンペーターズとか、うんうん、そういう、ね、渋いこうなんつうかゆっくりのが好きで、試合前とかもそういうゆっくりめの聴いてますね。試合前、最近だったらどんな曲聴きますか？最近だと、まあ、カンペーターズのトップオブザワールドとか、うん、てててててとかいろいろって感じで。ね、癒されますよね。癒されますね、うん、本当はスタジアム見えたら、まあ、バスで移動が多いんでスタジアム見えたら聞く曲があって、それ一回あのラジオの方でも紹介させてもらったんですけど、ダンサクドゥーロっていう曲で、今多分ワイルドスピード映画やってるじゃないですか、うん、のメガマックスの最後の曲なんですけど、あれがもう昔からずっと好きで、多分僕スタジアム入った時にあの僕がアップ始まる時に多分かけてくれてると思うんで、うんうん、ぜひ皆さんスタジアムに聞きに来ていただいて、ぜひチェックしてください。ぜひチェックください。永井選手の大好きな曲、はい、大好きな曲ですね、うん、まあまあこだわり、こだわり多分こだわりがたくさんあり、ね、行きたいところもたくさんあり、行きたいところもたくさんありぐらいですかね、うん。じゃあ読んでいただいてもいいですか？潜在能力は無限って言葉ですね。まあ、去年ちょっと肩を脱臼してしまって、まあ、押しずにこうちょっとトレーナーの方に見てもらってて、その方がまあよく言ってた言葉なんですけど、試合前とかも一回これを思い出して自分に問いかけるんで、まさに人生だなと思います。まだまだ伸びる要素、まだまだ伸びますね、はい、止まらないですね。止まらない。じゃあぜひぜひぜひ、まだ眠ってるパワーをこう、はい、伸ばして、カタールをゴールを守りに守って、はい、任せてください、はい、頑張ります。最後にプレゼントのお知らせです。選手直筆サインを1名様にプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。次回は富山 GRA のサンダーバーズ、和田康志郎選手です。